こんにちは、ベビーチャンネルです。こんにちは。こんにちは。今、村に来ています。ベビクラです。今回は、たくさん交易をして、スイカをゲットしたいと思います。人参と、じゃがいも、はい、人参とじゃがいもを新たに持ってきました。はい。で、あとは、せーの、で、はい、こんな感じ。干し草の傍ら。これは小麦。小麦。俵ね。俵かい。小麦、鉄、石炭、じゃがいも、紙、人参いっぱい、じゃがいもいっぱい、ゾンビの肉と、紙とあとサトウキビ育てるために。そうね、これを村に植えてあげよう。あとね、鶏肉。はい。こんな感じで持ってきたので、交易をしていきたいと思います。はい。じゃあ、それで。で、なんだっけ、スイカを攻撃するのは、いっぱい村見つけたんで、この村じゃないんだよね。でもね、スイカ欲しいの。そう。じゃがいも、人参で攻撃したらね、スイカもしかしたらくれるかもしれない。皮はないんだよ。ごめんよ。ごめんよ。ごめんよ。村人さん、無事かな？あ！うまっ。鉄あるじゃん。うん、村人さん。いない。なんで？鉄よろじゃん、すげえ。家の中じゃない？家の中にいるのかな？ないの？すごい。さっき川だ。あ、次次行って。人参の人だわ。じゃがいも。すごい、人参。人参。あ、ここまでね。やったの。じゃあこれ。一番そっちに行って。一番？うん。ここまで。うん、これ以上ないんじゃない？あ、スイカ！スイカあったけど、スイカをエメラルド。逆がいいの。逆がいいの。これ以上いくの？じゃあ、人参いくよ。うん。せーの。2個。はい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 。じゃあ、ウニウニョ。あ、わかんないで、わかんないで。ずっと、バクられちゃった。うん、バクられちゃった。あ、そう。あ、次。ひどかった。なんでだ、今の。うん。実は出てたよね、今。あ、もう次いけないんだ。いけないんだね。当てられた。ね、一番最初。じゃあ、じゃがいもやろうか。うん。じゃが。ゴリラチンパンジー。なんでだよ。スイカゲットしたかったね。ね、ダメなのかな。他の村行かな。パクられてるの。あ、そうなの？青くなったやつ、こんなピッチ。ねえ。あ、ダメ。うにゅうにするかな。パプキン、パプキン、パプキン、パプキン。パプキンと。パプキン。パプキンとさ、エメラルド。パプキン、パプキン、パプキン。うん。おぉ、ちょうどだ。パンポパン。結構40個だから。パンポパン。パンポパン。すごいね。うん、もうだって、エメラルドの数見てごらん。31だよ。そっか。パンポパン。もう終わりね。ジャガは？あれ？ここやないか。ジャガ。僕やってもいい？ジャガ。あとでやろう。ああ。うん。以上。あーあ、パクられた。いないね。パクられた。いないね。まあいいや。まあいいや。はい、ね、ありがとう。ありがとう。ちょっと先行けるかとか見てみますね。うん。行けなかった。どんどん。あとでね、またね、小麦よろしく。よろしく、お花さん。はい。なんかいる？なあ。小麦ばらしとく？うん、石炭も、石炭も他のもばらしたかったんだった。これ以上ばらけられない。大丈夫？大丈夫じゃないです。ちょっと。安心してください。大丈夫みたいです。ちょっとこれ戻そう。大丈夫みたいですけど。よくわかんない。大丈夫。大丈夫なのも。うん、わかる。美女と野獣。ビボボバブ。あ、ルールなの？うん。ブランドは流行ったの？うん。じゃあ、ちょっと、おお。
どうぞ。ねえ、みんなあれで。ドア閉めてない。雲が入ってくる。あれれ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 。鶏肉とか、司書さん。石炭ブロック。ちっちゃったーん。ちっちゃったーん。司書さんは白い洋服着た人だよね。うん。そうだよ。石炭ブロック。石炭ブロック。そっち見て。馬。馬が出てる。え、なんで？馬がさ、すごいジャンプで出ちゃったんだ。そうか、すごいジャンプって裏技がある。知らんかなっちゃう。まあいいや、あとです、あとです。あとしょさん、もしかして村人いない？いるよ。いるよ。どこにいるの？牧師もいないのかな、牧師。ね、牧師あれでしょ？これを攻撃してくれるの、ジャンプ。あれ？いなくない？いない。なんで？なんで？なんでデスポーンしたの？村人もデスポーンしてる。あ、そこに住んでないともしかしてデスポーン。え、マジでデスポーンしてんや。こういうとこから出ちゃった。あ、うま。え、だって村人はジャンプしない。そう。あ、まあ、必要なとこしかジャンプしない。え、いないよ。いや、なんで？なんで？いないよね。ね、あ、いた。この人はね、ずっとそこに閉じこもってる。そうなの？ずっとこれダメなんだよね。こっちも。うわぁ、ダイヤ3個。ねぇねぇ、ダイヤ3個。で、そっち行って。そっち行って。あぁ。あぁ。ダイヤと、ダイヤ3個で、エメラルド1個攻撃できるっていうのはさ、反対なんだよ！どう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 。じゃあ、まあ、他の。ジャガ。あれ？ジャガなくなっちゃった。さっきパクられた。パクっちゃったら。エメラルドからパン。貢献すな。あ、エメラルドパクパクんないで。あ、パクってない。そのまま。これ以上はいかないんだ。じゃあ、あなたは小麦だけでいいの。マミクルーブ。まあ終わりだこれで。おにゅにゃ。ねね。もうこの人すぐにいるんですけど。あ、もう終わり。これ何？どこボタン押せばいいの？あー、パクられた42個。42個も作る。ねえ、エメラルド42個。まあいいよ、また持ってくるから。何ボタン押せばいいんだろう、ママわからない。何のためにやめるために。パクられない。パクられないために。うん。だから戻せばいいの、自分。そう。まあ、戻すってこと。うん。なるほど。わかんなかった。ママが戻すってか。あ、お肉、お肉、これ。あお願いします。あ、ちょうどいい、なんか気持ちいい。あ、もう一個。あ、あの、戻して開いて、うんうん。おー、ねー。あ、石炭。あ、え、なんで肉屋が石炭？肉焼くんじゃない？あ、なるほど。わかんない。ちょっと待って。次は次。焼けてるやっぱ焼くんだ。焼くのか。いいね。もっと先ないの。もうないな。あ、あー、じゃ近くにいて狩りしてくる。石炭をね、バラしてこなきゃいけない。前にやって。来た、次や、焼いたやつを次。あー、いけないのかいや。じゃあ今ね、石炭持ってくる。待って待ってて。はぁ、あ、うんってやってる。うん、うんってやったね。なんでしょ。あー、おー。なんか、
です。オッケーオッケー。ゾンビーズさぁ。ね、牧師がいないからできないんだよね。待ってくよ。すごいかっこいい。やりすぎだもん。とりあえず、これでいこう。お肉屋さん、もうここにいないから。え、いないよ。あ、うん。あっちから来るか。うん。あ、違うよね。武器鍛冶師。どこな。ノクバック。いつも変わってくれないんだよね。ノクバックお化け。うん。ノクバックお化け。この人かな、この人さっきからここにいてさ、パクった人、そう、パクリすんだ人、あ、ほんとすいた、だー、もう肉屋さん、石炭どうぞ、はい、もうやめる、戻して、お、にょ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 、鼻触る鼻、すぐすぐ行く行く行く、うん、うん、石炭ブロック64個くらせようよ。そしたら、すっと64×9個、ねえ、司書さんいないよ。え、司書さんもいない。え、あ、シルクタッチの本、ねえ、司書さんいないの。え、シルクタッチの本交換してくれる人いなくなったらどうするの。でも、完全にいないよね。いない。え、シルクタッチの本どうすんの。なんでシルクタッチの本、松明が足りなかった。足りなくない、足りなくない、あれ違うもんね。白い服の司書さん、いない。シルクタッチの本、いない、いない。さて、どうする？で、シルクタッチの本は？シルクタッチの本？でもさ、この周りさ、村がいっぱいあったじゃん。他の村に行ったって、本当になんでデスポーンするわけ？ねえねえ、他の村に行ったとか？じゃあ、ここにエメラルドしまって、うん、馬に乗って他の村行ってみる？うん、はい、これだけ持って、はい、小麦粉を持っていこう、はい、行くぞー。かぼちゃこんなにいっぱいあったの、はい、うん、家で不足してるんだよね、かぼちゃは。じゃあ、これでいい？な、これで、どれ、これ入る、はい、入った、行くぞ。じゃあ、これで行ってみようか、うん、師匠いるといいな。肉屋、はい、あ、馬がいたのはこっち側じゃないか。本当に本当に頑張る。なんで師匠がいないんだ。ヘイヘイ。嬉しそうですけど大丈夫ですか。嬉しくない。あれ、あ、いたよ。おもちゃん、おもちゃんいるよ。あの、いるよ。あ、いた。おうまちゃん、うわ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 、ちょっと待って、ベッドがない。ベッド、あ、ちょっぱエメラルド1個と、あ、人間2本しかないから置いてって、うん、ダイヤモンド10個交換してくれるといい。ショックすぎてしょうがないんだけど。ごめん、エメラルド1個とさ、ダイヤ100個交易できたらいいね。そうだね。うわ、ない。まず64個までだから、それはない。ちょっと村を探しまーす。あ、なんか、前放送外でこういう穴に落ちちゃったんだ、うん、なんとか階段作ったんだけど、すごい大変だったよね、うん、馬金の鎧して助けられたんだけど、うん、馬が死ぬ、その後やっぱり水の中で死んじゃったんだよね。やっとったんだよね、うん、うわうお、やったー。赤紫色のお花が、今、ただいま見つかりました。あっ、外出て夕日を、夕日
結構死んじゃうよね。ママがやるとさ、わーってまた生きてる。やばくない？今すごいいっぱい持ってったよ。エメラルドは置いてったけど、鉄とかさ、鉄とか小麦粉とか、小麦は別に、小麦すぐいっぱいになるけど、なんかいっぱい穴が、何？木の巣当たってしてた。それで40個できたんだよ。あ、60個耕せたんだけど、うん、あ、ごめんね。しょうがない。しょうがないね。もう、もうまたこれ、ここから始める？じゃあどうしよう。そしたらね、じゃあそのゴール100体作ろう。なんだろう。そういう目標があったから。あ、そう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 、言ってなかったけど、雪玉製造機をね、作りやした。シャベル。あ、でもエンチャントのさ、つららしさ、この中にね、この中にスノーゴーレムが隠れてるんだよね、一体ね。そうだ、雪玉先生、そっちなんだよ。でもこんなに雪玉取って何にするの？ね、スノーゴーレムを1万体作るっていう目標があります。さっき100体って言ったけど、1万体作った。ブクブク。早いね、ぶっ壊れる。あ、早っ。うわぁ、これ、そう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 、これはね、ほら、ここはこう横にボンってできなかったから、こうやって、うん、ここに隠れて、で、なんか新しく発見しちゃったのが、こうやってやって、あ、もう分かってる人もいるかもしれない。うん、横につなげてもできるってことね。うん、アイアンゴレムはやったことない。うん、また洞窟攻めて、いっぱい鉄も石炭もゲットしましょう。そうしましょう。で、またね、村探さないと、エンチャントの本がないからさ、幸運のエンチャント欲しいんだもんね。ということで、今日は死んでしまいましたが、死んでしまいました。ごめんなさい、ママが悪かった。うん、気を取り直して次回頑張りましょう。はい、わかりました。では次回は炭鉱でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。バイバイベイビー。バイバイベイビー。